ゲストの方は面識はおありですか？これは嬉しかったですね。僕はあの朗読の時に、はい、あのお会いしたんですよ。朗読の稽古の時に、宮沢賢治さんの朗読。そうです、宮沢賢治さん、はい、どうでした？一緒に朗読をするの？いやいや、うまいですよこの人。若いのにこんな前をされた俺なんかもう全然ダメですよ、ね、さあ本日のゲストは鈴木浩介さんです。どうぞお入りください。よろしくお願いします。どうですか、鈴梨はご覧になったこと？はい、もちろんです。もうあの何度も拝見させてもらってます、はい。事務所の先輩も何名かねいらして。もうなんかやっぱ浅野先輩から何か聞いてますか？浅野先輩からは、はい、ですね、出のタイミングどういう風にするかっていう作戦を浅野さんとちょっと二人で作戦会議をしたんですけど浅野さんが、はい、鶴瓶さん先にいらっしゃってて、はい、浅野さん後から入ってくるので大失敗したから今回は絶対先にいた方がいいよっていうそのアドバイスだけはいただきました。もうそれでやってもらいましょう。それ浅野さんのアドバイスですから、それ聞いていいですかね、まあ、浅野さん失敗してるんですよね。そうね、だからそうやな、これは絶対聞かん方がいいと思う。これはね、うん、誰かに任せゃいいと思う。任せた方がいいですか ね、はい、やっぱりね。今日の設定はキャンプ場です。どうぞご覧ください。あ、もう今回力入ってますよ。こんなん行きます？アウトドア今日のこれ力一切行ったことない。これ一回もないです、キャンプ。あなたが決めてください。あ、じゃあもう、あ、この最近ご指名が多いですね。じゃあ二人ともテントの中から出てくる。ほら、また、ね、うわそういうことか。そうだ、こういうのここへパッと置いといて使えるかもね。そうですね、これ持ってるよりも置いといて、いっぱいもう置いといた方がいいんですよ。これ初めての使い方です。置いとこ置いとこ、置いときましょうよ。バイ。それではスタンバイを。はあ、はい、それではスタンバーがよろしいようですので参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3。ちょっとなんか冷えてきましたね。冷えてきたなあ。まあ、ああ、みんなどこ行った？夜なんか。あれ？いやー、冷えてきたでこれだいぶ。大丈夫ですかこれ？いやまあちょっと今体もほててるしな。いや飲みすぎましたね。飲みすぎたかな。いやーちょっとねさ気持ちよかった。あれは？え？鈴木君。はい。鈴木君どっか行ったの？いや、みんなあこにおんの、11号におんのかな。おい鈴木、鈴木11号、11号にいるんですかね。鈴木11号におんのちゃうか。あれ、あでもいやほんまに久しぶりやなこのキャンプって。いやみんなキャンプしたいキャンプしたい言うから、うんうん、ここに決めたんやろな。いやでもここだったんですね。そうここだったんだ。ここまあ見夢見させてもらう一番最初にここで、まあ、ああいう会社を起こそうと思ったのがここや。なら君らにな、こういうとこ見せたかったよ。いやそれ何年前でしたっけ？あここへ一番最初に来たのが19の時やから、そうや40年前かな。40年前か。うん、42年ぐらいになるかな。いやでもずっと聞いてましたからね。そうここの話は
でもずっと来れなくて。僕はまあこんなに綺麗になってないけど、昔はこんなあれやってな。でも奥さんと、あ、すみません、大丈夫ですか。奥さんと いらっしゃってたのが何年ぐらい前までした。うちのやつ来たったのはもうそれでも20年前かな。最後に来たのが20年ぐらい前やったかな。あ、もう20年前ですか。お前なんでうちのやつの話すんの。あ、すいません。そうや、20年前やな。ここへ来た時に嫁にしようって決めたんやからな。ああ、あの頃若かったな。いや、今でも俺は若さに対しては全然やきもちあかへんな。やっぱりこれからどんどんと我がやつを引っ張っていきたいと思うからな。うん、うん、いや、エネルギーすごいですもん。社長のエネルギーすごいですもん。鈴木なんかもまあようやりよるやろうけど。鈴木ですか。うん、まあだいぶ育ってきましたよね。うん、うん、いずれお前らにこの会社は譲ろうとも、俺は別に子供はいてないねんからな。しかしその前になちょっと上場しよう思ってんねんけど。はい、上場すんねや。上場するんですか。そう、上場したらややこしいのが入ってきよるよ。そうやけどお前らのお前手腕でやな、どんどんこの会社を大きくしてもらいたいわけや。いや、上場反対するやつもおるよ。どうや。いや、あの、そうですね、あの、ま、降りて、あの、ま、ご相談といいますか、ずっとちょっとお話ができなかったんですけど、やっぱりあの社長の下で勉強させていただいて、なんですかね、自分の思うような道を歩んでみたいなっていうような気持ちがこの何年間か実はずっとありまして、でそれをお話すると、やっぱりほんまやったんか。それお前はうちの会社辞めたいと思ってる気持ちっていうのは、それはほんまやったんか。だったら俺は上場するという話をお前に聞かさなかったんや。え、これだけお前大きいこれからなろうとしてることをお前に上場聞かす言うたら、これお前、俺がお前を信用したからこの話聞かしてんねんで。そうっすね。いや、そうっすねやないがな。これ信用してるから、お前みんなそこで寝る、こっちで寝るの、お前と俺とはこの二人で寝たわけや。強いて言えばこの会社をお前に全部譲ってやろうと思ってたからこうしたのに、やっぱりその噂はほんまやったんか。お前もよそで会社作ってんやろ。小さな会社やけどなんかどっか作ってるらしいやないか。はい。いや、はいやない、はいやないぞ。はい、おい、はいやない。お前なんや、うちの会社に勤めてて、はい、まだどこ、え、何してんねん。え、お前も上場反対か。上場反対です。みんな、お前この会社の社長の作ってきたこの温かい空気はですね、やっぱり大事に守っていった方がいいと思う。先ほども言うたやろ、俺は若さには絶対に嫉妬はしない。これからもどんどんと行く、こんなもんじゃない、もっともっと上を行く。そのためにはお前、あったかいことからスタートしてるけど、ハートはあるけども、ハートがあっても上場して、そしてたくさんの人からお金を集めて、その人らにまた幸せを分け与えてあげるという、こういう夢をお前一緒にしてくれるのちゃうんかいなあ。でもやっぱりですよ社長、お言葉ですけど。ん？お言葉ですけど、うん、やっぱ靴下の原点。靴下や。はい、やっぱ靴下の原点ってやっぱり何ですかね。靴下の原点はお前、あったかみや。そうですよね。五本足の指の靴下作ったも俺やぞ。そうです。それからお前、今度今開発してるのはちょっと足入れただけでシューって履けるストッキング。ちょっと足入れてシューですよね。ちょっと足入れただけでシューっと、あの女のストッキングな。はい、あれ開発した俺やで。
もう、もうこれから上がる、ちょっと空いただけでシュシュって自分で、そうです、そうです、こんなんせんでええねん。これはもうすごいすごいストッキングやぞ。これだけは特許取ろう思ってな。これ、これは特許取るんですか。これは取りたい。こんなんせんでええねんもん。そうです、こんなんせんでええねん。そうですね。それをお前はそばで見ててきたやろ、いろいろ。いろいろ見てきました。なんでお前上場反対やねん。あのストッキングは絶対いけるぞ。いや、いける。勝手にシュッと吐いたらシュッとまたまで行くって。いや、いけますよ。いけますけど、そしたら会社変わってしまいますよ。なんで変わんねん。いや、上場したらなんか人が動きますよ。人が動くということは会社が変わりますよ。会社が変わるということは温かみがなくなる可能性もあるじゃないですか、社長。お前、俺が上場するから自分で会社しよう思ったんか。よし、わかった。上場はせえへん。しかしな、お前も独立させたる。その俺のシュッと吐いたらシュッと上がるあのストッキング、お前にやるわ。頑張れ。え、あれをうちで、うちで販売していいってことですか。スッと吐いたらスッと吐けるやっちゃう。それは社長、これ、これ CM 出したらすっごい売れるぞ。誰や、スターは誰に、誰に刺す、こんなんしてくれる人誰やろ。シュッと吐いたらスッと吐く、お前どこで行きやがれ。俺が CM 出したるから、お前どうせシュッと吐いたらスッと吐かる、シュッと吐いたらスッと吐かる。それはあの社長に、もしよかったら社長ご本人に。俺が女のストッキングを履くんか。はい。シュッと上げたらシュッと上がらへんねん。はい。え、はい、やねん。俺が本人で出んのか。はい、もしよかったらちょっとやってみましょうか、社長。ちょっとシュッと上げたらスッと上がるみたいな。じゃあ、あの社長自ら、あの出ていただくということなんですけれども、はい、本当に今日はお忙しい中ありがとうございます。ディレクターやな。はい、わかりました。あの、もう本当にあの一発 OK で、あの社長の本当の良さが、あの全面的に出るようなコマーシャルにしたいと思ってますので、はいはいはい、あのもうリラックスしてよろしくお願いします。はいはい、じゃあもう本番いっちゃいますか。あ、いきますか。はい、じゃあ本番いきます。シュッと上げたらスッと上がる、テイク1、よーい、スタート。スッと上げたらスッと上がる。チャーッ。 カットやらしてやがる。シリアスなところに行くのかと思ってたら。改めまして、今日のお客様は鈴木康介さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。面白い人やな。あの、ね、明るいね。いや、とにかく、まあ、設定ももうそのキャンプ場っていうことだけで、その関係性も決まらないし、もう出たとこ勝負で、はい、それが鶴瓶さんと喋ろうとだけ思ったんですよね。あ、それはあの関係性がこうキャンプ場にとらわれるいうことがもうダメになってしまうからね。うん、そうですね。まあでも最初のね、出から狭いとこに2人とも入ってましたけど、ね、それは蒲田が言いよったんですよ。こんな撮ってるのおかしいやこれを、ね、ドラマが。しましょうか。それでは行きましょう。はい、俺ね、泥棒になろうかな思ったんやけど、一瞬でもまあまあ話しておきたから、もうすると後ろから出ようかなとか思った。俺もテントの中でまず話しかけるかどうかを考えてるうちに、もう鶴瓶さんパッて動かれたから、うん、あ、このタイミングじゃないんだなと思って。俺は泥棒になろうと。あれは、え、鈴木君、はい、鈴木君どっか行ったの。いや、みんなあ、ここにおの11号におんのかな。おい、鈴木、鈴木、
あ、鈴木、あ、鈴木十一号これ、これ最初自分が鈴木くんって言われたと思ったんですよね、うん、だけど、あれ11号室に鈴木いる設定だぞと思って俺じゃないねえんだっていうのをちょっと変え、そうですね、この時ちょっとこの時びっくりしてましたねはっきり言わないと伝わりにくいねんな俺の会話そうそう自分の中で決まってるんだけど決まってるやっててでも心地いいんですよ鈴木浩介はなんか別にそのギクシャクしないっていうか、うん、なんか無理してこう探り合ったりっていう感じではないんですねから俺じゃもう完全に俺は、まあ、社長とは思ってなかったけど、うん、なんかもう完全に知り合い上司になろうと思ってあ、うん、あの頃若かったないや今でも俺は若さに対しては全然やきもちあかへんなやっぱりこれからどんどんと我がやつを引っ張っていきたいと思うからな、うんうん、だからこれはなんでこんなこと言うたか言ったら、はい、やっぱこう年いって年いってくるとあ自分はその中心にいないんだという自覚をする人がいるやんかよく、まあ、それはいいのよそれはそこを誰かおったらいいんだけどな話し家で俺みたいなタイプがうーん今もおらんかったやろテレビもやりながら落語もやってなんか言うのねでほんまにもうとうとう、まあ、あの死んだ男子師匠男子師匠と一緒にするのは非常におこがましいけど男子師匠がそれだけ突っ張ってきて張ってきはったわけやんかで武新さんとかみんな慕っててねでもうそんな話かおれへんわけよ話かはちょっとお笑いの中ではちょっと違うところにおるみたいになるのが嫌やからねだからこの言葉を言ったんですよでもなんかそういうことを話したくなるような空気がありますよね鈴木さん確かにキャンプとか俺いつも思うねんけど俺昔からこうそういう番組したいな思うねんけどその火、うん、ファイヤー、はい、ファイヤーの前ではそうなんですよねそうやろ割と正直に言うやんそうなんですよねだからファイヤートークのちょっと考え本当にってワイヤートークいや本当にあの自然の光がパッ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 ってなりながらも落ち着いて、まあ、酒飲まんでも落ち着いて喋るとほんまに本音出るよあそれいいんじゃないですか鶴瓶さんにいいですね若さに対しては全然やきもちあかへんなやっぱりこれからどんどんと我がやつを引っ張っていきたいと思うからなうんいやエネルギーすごいですもん社長のエネルギーすごいですもん鈴木なんかもまあようやるよりやるけど鈴木ですか、うん、鈴木とこの二人の確執を言おうかなとかなるほどそれにしようかな思ったけどそれもまあいっぺん打っとこうとなるほど、うん、鈴木はちょっとどう扱っていいか難しかったですか鈴木設定するの難しかったんですけど、うん、鈴木はやっぱ後輩にしとこうと思って、うん、このあと多分後輩で、うんはい、っていうにしたんですよね、うん、瞬間自分の思うような道を歩んでみたいなっていうような気持ちがこの何年間か実はずっとありましてでそういうお話するとやっぱりほんまやったんかそれお前はうちの会社辞めたいと思ってる気持ちっていうのはそれはほんまやったんかだったら俺は上場するという話をお前に聞かさなかったんやここ辛そうな感じでも上場のことがあったので、はい、上場のことがあったのと鈴木が後輩で育ってきたっていうキーワードがあったから、うん、あやめようかなっていう発想にはあの行けたっていうのはそのキーワードがやっぱあったからきっかけとなりましたねもともとあのなんていうのそういうその芝居の世界入ったのはいつなの20歳の時ですね20歳の大学1年生で入ってきて1年間大学行ってから休学してどこ早稲田かどうかないや違います青山学院青山学院で大学全く関係なくて、西田敏行さんが大好き で、うん、で西田さんのプロフィール調べたら青年座って書いてあってそれで電話して入れてくださいって言って、で入れませんよって研究生があるの研究生、はいはい、女性なので2年がっつりそこで通わないと劇団残れませんって言われて、うん、あじゃあ1回だけやってみるかなってやってはいそっからずっと入っていった入っちゃった西田さんはもう知ってるわけや、うん、今だから西田さんご飯いつも食べてますええ人やろいやあの人何やのだから西田さん追っかけてきたのでもう西田さんに会えた時点で割ともうクリアというか役者そこまでその西田さんに会いたかったんですよ俺は一番最初もうとにかく一番最初は渥美清だった僕はええあ
そうですか。厚見清だった。まあ、でそっから落語の世界に入ってんけど。落語の前だったんですか。前落語の前厚見清ね。へえ。で役者になろうとか言うの、厚見清になりたいみたいな思ってた。ああ。だから山田洋次とがっちり仕事した時、どんだけ幸せやった。あでも縁ですね。そうやって大好きだった方の。そうですよね。ほんで山田洋次さんは、まあこれ本当におこがましいですけど、厚見さんのイメージを思うって言ってくれはったから書いてあったから、これはすごいおこがましいけど、わ嬉しかったね。そうなんだ。なんか思ってると、いいトークじゃない？いいですね。思ってると。キャンプ効果？キャンプ効果。キャンプ効果ですね。やっぱりですよ社長、お言葉ですけど。ん？お言葉ですけど。うん。やっぱ靴下の原点。靴下や。はい。やっぱ靴下の原点ってやっぱり何ですかね。靴下の原点はお前あったかみや。そうですよね。うまいうまいな、ここ。ここを拾ってもらいましたね。いやありがたかったですね。靴下やね、ええで靴下で行こうみたいな確認。靴下やな、なんと靴下やな。なんで靴下？わかんないですよ、靴下やに。はって降りてきた。うちの兄貴、義理の兄貴ね、はあ、長女の、兄貴が靴下をやってたんです、はあ、靴下屋さん。へそれも自分の会社ですよ。じゃあまさに今はこちらがやってらっしゃるような大きな靴下やってたんですよ。工場を持って。そう、工場を持って奈良でね、へ中国まで行ったりしてたんですよ。すごい人ですよ。じゃあ靴下やっていった時、そっちもまた思い出すわけですよね。そうからいろんなことが引っ張られてきて。そんなに靴下のこと知らんけどこの後靴下トークになるから靴下トーク。それからお前、今度今開発してるのはちょっと足入れただけでシューって履けるストッキング。ちょっと足入れてシューですよね。ちょっと足入れてシューと鈴木食いついてきたよもうやっと上場の話から抜け出てこんな方が付き合いのが分かったわ。分かったわ。ちょっとあれでシューですよね立ち上がりましたからね。じゃあもう本番いっちゃいますか。あ、いきますか。はい、じゃあ本番いきます。シュッと上げたらスッと上がる、テイクワン、よーい、スタート。スッとやったらスッと上がる。シャッと、ビッ、あ、カット、カット。やめた、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 ちょっと新しいな。ちょっと、おい、鈴木どい、大きいです。薄かったですね。薄さがもう薄いな、この内容ゼロやもん上場とあったかみとシュッと上げて、そのままですよね、うん、これまた帰って浅野さんと反省してる浅野さんと。まさかの、もう僕師匠みたいな存在なんですけど。そうですよね、師匠と弟子、まさかの大失敗っていう これタイトルすごい難しいんですよね。もうこれは考えてください。いや全然、私は二人三脚、うん、どう見てもこの二人はこんなこと言い合ってずっと中小企業でやってきそうな気が。二人三脚で靴下もかけてんの。そう、かけてんのゆるい感じ。薄っぺらいどこまで薄っぺらい